宗永親王は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての皇族。五代五天皇の御子。母は二条たメ子。一品、中塚佐教。天台座す。南朝の聖遺体将軍もしくは、聖刀将軍。同母兄弟に、御子都領親王、異母兄弟に、森吉親王、金長親王、則長親王など。信濃の宮、大草の宮。 高坂の宮と呼ばれた。法名は御事清法神皇。二条派の代表的家人で、南朝歌壇の中心であり、順直線和歌集、新馬和歌集の戦者となったほか、私、歌集に、理科集がある。華道の家であった二条家出身の母から生まれた、ことにより、幼い頃から和歌に親しんでいた。少年は、王朝元年。かつて、石田吉佐田が、 宮宗安宗、苦行部人、新馬若衆女などの記述を組み合わせて、昭和元年とする説を唱えていた。しかし、平田俊春が、京王五国寺本、天台座敷に、玄徳二年の座数部任時に数え二十歳とあるのを、発見して、逆算して、王朝元年であることを示した。妙法院に入り、昭中二年妙法院門跡を継承。続いて、 元徳2年には、天台雑に認じられるも、原稿の変により捕らえられ、佐ぬ国に流罪となる。父、五代後の鎌倉幕府当幕が成功し、兼務の申請が開始されると再び、天台札となるが、兼務の申請が崩壊し、南北朝の対立が本格化すると現続して、宗長を名乗り、山和国吉野の南屋姿として、活躍をするようになる。 延元三年、略王元年には、のりナガ王と共に、北畑地下房に報じられて、伊勢国王港より、道の区国府へ渡ろうとするが、座礁により東東海国に漂着し、飯谷の豪族移動制のもとに身を寄せる。広国元年、略王三年に、足利法の皇子隊、二喜義長に攻められて、伊国城が落城した後、越後国の寺止まりや、 腰中国などに滞在した後、広告五年、広営三年に、信濃国稲郡の豪族高坂構想に招かれ、大河原に入った。宗永親王はこの地を、文中二年、王安六年までの、約三十年間にわたり、拠点とし、信濃宮と呼ばれるようになる。その間に、上野国や武蔵国にも出陣し、駿河国や海野国にも足を運んだことが、新馬和歌集や、 四カ州である、リカ州の内容から判明している。拠点となった大河原は、稲谷に属し、南に下れば飯谷から、東海地方へ、北上すると、長谷を経由して、諏訪や関東へと通じる位置にあり、別名、南朝の道とも呼ばれる後の秋葉街道の中心に、位置していた。そのため、劣勢が続く南朝方にとっては、最重要拠点となり、 各地で敗れた南朝方の武士たちが逃げ込むことも多かった。昭平六年、官能二年に、足利高氏が一時的に南城に降伏した、昌平一党の際には、新田義雄や新田義宗と共に、鎌倉を占領する。翌昌平七年、文奈元年には、後村上天皇から征夷大将軍に任じられたが、武蔵野合戦に敗れたことで、 結局、鎌倉を占領し続けることはできず、越後で再起を図るも振るわず、再び、大河原の地に戻る。同年、北畠明葉氏、楠木正則ら南朝勢が入教し、北朝の黄金天皇らを監視下に置くと、後村上天皇の帰郷を支援するため、信濃の宮形勢力を結集し出立しようとしたが、足利忠義が京都を回復し、実現しなかった。 昌平十年、文が四年諏訪市や諏訪上等、西那氏などを結集し、北朝方の品の守護小笠原長期と気郷ヶ原で、決戦に及ぶが敗れて、有力士族の離反により、南朝の勢力は大幅に低下してしまう。なお、気郷ヶ原の戦いに関しては、 諏訪大社言の法理の家系である矢島氏の矢島文書など極少数の資料にしか記述がなく、確定された事実ではない。ただ、当時の基本資料であるその太古読みには、品野での戦乱に関する記述があり、この時期に、都にまで伝わるぐらいの規模の戦いがあったことは、確実とされる。またその後の南朝方の活動が停滞、沈静化するなどの傍証から、 その戦いが、南朝方の敗北であったことも、ほぼ確実とされている。大河原の地でなおも、信濃の宮形勢力再建を図ったと思われるが、昌平24年、王安2年には、信濃守護を兼ねる関東官令、上杉智房の攻撃を受け、文中3年、王安7年、ついに体制を挽回できぬまま36年ぶりに、吉野に戻った。この頃から、 南朝が和歌人の和歌を集めた和歌集の編集を開始していたが、再び出家している。宗永新王の編集していた和歌集は当初は私的なものであったが、朝景天皇は直線集に準ずるように命じた。講和元年、英徳元年に完成した新馬和歌集である。静岡県浜松市北区稲佐町、飯谷の宗永新王五番年については、 新馬若衆の先週がほぼ終わったと思われる天獣四年、永和四年に、大河原に一度戻ったことが判明しているが、講和元年、永徳元年に、吉野に戻って、新馬若衆を、長慶天皇に、らんして、以後は、確たる記録が残されていない。終焉場所については、天文十九年に作成された京都第五寺所像の、大草の宮の歌と題された、 古文書の記述から、長らく拠点であった品の国大河原ので皇居したと、する説が有力とされている。一方、南朝正雲録や南山順書録では、元中2年、取徳2年8月10日に、東都海国以上で皇居したと記されている。また1940年に、長野県上福寺にある、胸長新郎尊像の体内から発見された文書、 上福寺文書から、元中2年、四徳2年8月に、大河原から、諏訪の王法律師の下へに向かう、途中の峠道で打ち死にしたとする、入りの野豪説がある。入野谷では、明治の中頃に十六弁儀区下の文章と、宗永親王の法名である御子と清法親王の、文字が刻まれた、無法刀が発見されており、体内文書はかつてこの地にあった。 天台宗の古刹大徳王子の住職高人が、江戸時代に書き残したものをされている。その他に、浪合説、河内山田説、美濃国坂下説、さらには、越後や越中で皇居したとの諸説がある。柳原則光の俗志具章には、南朝正雲六夜入野の屋説と同じ言中二年、四徳二年八月に没したと記されており、加山の因長地下の、 幸運百種にある古神宗大王との記述から、元中六年、皇王元年に以前に没したことがわかる。1873年、政府は、静岡県の飯野野屋群の墳墓を、胸長新郎の寮母と定めた。長野県大鹿村、大河原鎌沢にある、宝京院島も、宗永新郎の墓と伝えられており、また、美の国名軍鉱山にも墓がある。 宗永親王の御子としては、越後の村山市に押された、名皇宮と、名称不明で、信濃国にて病死した王子がいたとされる。陰良親王は、宗永親王が、飯田に滞在中に、同性の女重子との間に生まれたと伝えられる。歴史学の立場からは、実在を疑問視する意見が、多く、あくまで、 江戸時代に記された、軍記物語の中での存在であると考えられる。波合きなどによれば、南朝方として、父の後を継いで各地を転戦、源氏政を賜るとともに、聖夷大将軍に任じられたと伝えられる。その末裔を称する大橋氏が、北畑明家を建て祭る、霊前神社の氏子総代となっている。陰霊神皇伝説は、足利忠義が、 友久友長の娘あるいは妹を埋めかけとし、生んだ野木の伝説が元にあるとされる。しかし、俗本町津賀に引用されている品野豪団によれば、足利正義の伝説は、信用に足らず、乗り行き両外、総良子化としているため、厳密には、はじめに、宗長信王の子の伝承があり、それと、鎌倉大蔵氏に記される、講和年間に、 波合で戦死した南朝防具がともひさしによって足利正義の伝承へと変化とされるし、最終的に陰神の能伝説になったと考えられている。ありがとうございます。